ゆりさん、こんにちは。どうしました？みたいです。そう、守れなかったんですか。ううん、きっと川瀬君は悪くないんです。それはわかるよ。ええ、やってみます。いつも思ってましたけど、すっごいサラサラな髪ですね。とっても綺麗だと思わない？ですよね。肌も白くてお人形さんみたい。ゆりさんと一つになれるのならいつでも。河野さん、最も古い誕生日の記憶は何歳の時ですか？5歳の時かな。うん、ケーキにろうそくが5本立ってたからきっと5歳。どうしたの？え？あ、なんでだろう、出てきたよ。川瀬さん、落ち着いて。あとはケーキの前で写真を撮ってもらったんだけど、フラッシュにびっくりして泣いたことかな。指輪、お母さんに指輪をもらったんだけどなくしちゃって。過去の記憶を丸ごと封印されていても、わずかな隙間からこぼれ出している可能性はありえます。記憶は液体ですから。重要というよりは印象が強かったのだと思います。星原さんの誕生日は12月2日です。あと1ヶ月ちょいか。プレゼント考えておきますね。いえ、私の名前、あ、い、う、
こないな。いえ。急がないで、川瀬さん。清涼高校でのことは結構覚えてるんだけどな。河野さん、紅茶は好きですか？あ、飲みます？いつも作ってきているんですよ。今日はアップルティーですけど。お気に召すかどうか心配ですけど。あ、ありがとう。どうですか？あ、おいしい。本当ですか？やりました！ゆりさんに認められたんですよ。図書室常連にとっては栄誉なことじゃないですか。うん、学校のことは多分あらかた。これ河野さんが入れたんですか？はい、ティーパックのじゃないですよ。なんかちゃんと作る気になって作ってみたんです。きちんとリンゴと皮から入れてありますね。お砂糖も入れます？後から入れた方が美味しいからスティックシュガーを持ってきました。いえ、このままで美味しいから。砂糖なしでもこんなに優しい味が出せるんですね。やっぱり紅茶はブラックが一番ですよね。あ、そうでした。ごちそうさまでした。またお願いね。もちろんですよ。あ、うん、どうぞ。でしょ？どうしました？なんかね、すごく嬉しいんです。でもぽっかりと心に穴が開いている気がして、嬉しいのと虚しいのがどっちもなんです。そうなの？だったらユカ、頑張らないと。あ、はい。その髪留め、イルカは好きですか？はい、好きです。ユカの前世はイルカだと思うくらい。星花さんの前世は何だったと思います？妖精です。納得の回答ですね。川瀬くんも納得だよね。そうですか。有限な感じだもんね。あ、妖精さんの主食はコンペイトーらしいですよ。
なさい。ゆりさんと話してられるのがなんか嬉しくて。でもゆか、答えられてない？そういうものです。二つだけ答えてください。はい、わかりました。頑張る。影に溶けて光を感じるのと、光の粒になって影を作るのは、どちらがいいですか？どっちも怖いですね。でも、影を作る方が気が楽かな。何もかも忘れて眠りにつくのと、すべてを知って後悔するのとでは、どちらが良いですか？すべてを知って後悔する。そう決めたから。つながりました。ありがとうございました。ふははは、我は目覚めたぞ。もう一人のユカってこういうキャラじゃなかったみたいね。ダメです。でも突破口は見えました。いえ、でもダメです。なんかね、パスワードがユカにしかわからない言葉らしいの。河野さんの、もう一人の河野さんの真相にある言葉が鍵になっているようです。なんで？ユカが自分でその言葉を思い出せばいいんじゃない？ユカ、頑張るわ。あ、そうか。封印のテクニックの一つです。なんかごめんね。だって川瀬くんはユカのために一生懸命になってくれてるのに、ユカは何の役にも立たなくって。
ちょっと川瀬さんに話があります。河野さんにはもう話がありません。え？ゆか、お邪魔かな。じゃあ先に帰るね。もう遅いし。うん、ちょっとね。さよなら。またね。どうして？何を根拠にですか？接続しました。ごめんなさい。でも、河野さんを救うためです。これから川瀬さんの SE 能力を強化します。ニューロマンサーの力を上乗せすることができれば、いいえ、ニューロマンサーと SE の決定的な違いはどこにあるか分かりますか？SE の決定的な違いはどこにあるか分かりますか？魔力です。そして魔力のソースは川瀬さんが持っています。そうです。SE を使うときに七角ペンダントの力を自動的に流用する差分を組み込みます。うまくいくか分かりませんが。これで能力を強化できるはずです。以前の状態と比較できないので分かりませんが、接続条件は緩和されていると思います。でも、助けてあげて。彼女はあなたを信頼しています。封印も、あなたにしか解けないと思います。
意識を停止させるからです。はい、再起動したら抑え込んで。こういうことです。忘れないで、抑え込んで。あなたの計画は成功しない。どういうこと？ええ、よかった、抑え込めたんですね。やめてください。謝られると辛いのは私ですから。これは多分、私が招いたことでもあるんです。まだわからないことも多いけど、答えられることならば答えます。もともと七角ペンダントは、片方の世界で魔力を蓄積してもう片方の世界へと送る、コンデンサにしてトランス。
でも世界をつなぐその性質を利用して中間次元の住人が持ち主に憑依するんです。持ち主の意識がないときに。二つに分かたれたもののかけらで、世界を一つに戻すこと、そのために魂を集めています。いえ、ずっと見ていたけど、その気配はなかった。今回はもっと複雑です。いいえ、一時的にです。まだ被害者の魂は戻っていません。まだ私もよくわからないんです。でもおそらく鍵を握っているのは河野さん。河瀬さんの SE スキルは使い魔も含めて高機能になっています。河野さんのもう一つの封印を解いてあげて。それは私にはできないから。麻生さんや神岡君も、その全てが単純な要素ではなく、それぞれのメモリのピースが組み合わさり、大きなシステムを構築しています。河瀬さんの再起動はまだ完全ではありません。今日はしっかりと睡眠をとって、明日また河野さんに接続してみてください。